皆さんまとめにかかりました。スリックデモンストレーターの田原栄一です。今日はこの三脚アクセサリースリックのレベリングユニット2をご紹介します。このレベリングユニット2は三脚の足と雲台の間に取り付けるというアクセサリーで、この銀色のところを緩めると15度の可動範囲、プラスマイナス 7.5 度の可動範囲で水平出しを微調整してくれるというアクセサリーなんです。自重は 200g、まあ、動画の撮影とかに便利そうというところなんですが、具体的な使い方他説明していこうと思います。ここに似た三脚2つ並べました。ただブランドは違うんです。こちらはダイワの VT551、まあ、ダイワといってもスリックが作っている三脚ですが、これは動画専用の三脚。一方でスリックのビデオグランデ 2N という三脚ですね。どちらも雲台はビデオ用のものがついていて、パッと見似てるんです。こちらはビデオグランデ2は縦位置が出せるというところが、まあ、雲台の違いではあるんですけども、ハンドルが長くってオイルフリュードヘッド、油の抵抗でカメラを滑らかに動かすことができる、あとスプリングバランスが入っていてバネで抵抗がかかるという構造は一緒なんですが、さらに違うのは足の部分です。このダイワのね VT551、 これはボールレベラーというのがついてます。これ放送局の三脚とかでも必ずついてるものなんですが、ここを緩めると水平出しが簡単にできるという設備なんですね、はい、これに対してビデオグランデ2はというと、写真用の三脚の応用なんでエレベーターが普通についてます。上下の上げ下げは便利なんですけども、はて水平出しをするにはどうすればいいかというと、水平出しはもうこの三脚の足の長さで水平を出さなきゃいけないというところで、ビデオグランデ2は VT551 に比べるとこのレベリングの部分で劣るということになりますね。でこの VT551 とビデオグランデ2の差を解消して、ビデオグランデ2でも素早く水平出しをしようという時に役立つのが、今回ご紹介するこのレベリングユニット2ということになります。それではこのビデオグランデ2にレベリングユニット2を取り付けるということをやります。まず雲台とエレベーターをしっかり固定します。そして雲台を半時計回りに、こうすると雲台が外れるということなんですが、一旦このように雲台を外して足だけの状態にします。ここに U1/4カメラネジが出てます。まあ、雲台取り付け用の長さ、あのカメラ取り付けよりがちょっと長いんですが、この状態出てますので、ここに先ほどのレベリングユニット2をねじ込むということですね。こうして取り付けました。でこの上に出ているのがやっぱり U1/4カメラネジなので、ここにビデオグランデ2のもともとついてた雲台を取り付け直します。でこうして完成状態にすると、皆さんから見やすくすると、ここに、まあ、ロックという文字が入ってますが、ロックと反対側方向にこの銀のダイヤルを回してやるとフリー状態になりますから、この青いところが動くわけですね。でここに水準器がありますので、水準器を見ながらこれが水平になるように調整をすると。で水平が出たら、この銀のところはしっかり固定して、レベリングユニットのところはもうこれで固定されます。水平が出た状態のまま雲台を水平でパンをさせる、水平回転させるんですね、わけですから、水平がずれずに動画撮影ができるというものなんです。ここまでお話した中で、このレベリングユニット2、動画用で、まあ、写真撮影には関係ないかなと思われた方おられるかもしれませんけども、実は写真用の撮影でも水平出し非常に大切です。そこでこのレベリングユニット2をザ・プロフェッショナル 4NS、 この三脚ですね、これに取り付けるというパターンをご紹介したいと思います。例によりまして、この雲台と足の外し方ですけども、水平方向のネジをしっかり締めて半時計回りますということですね。これで外れます。ところで
このザ・プロフェッショナル 4NS の場合は、雲台と足のとの間のつなぎ目は太ネジ U8 分の3というネジです。このレベリングユニット2はというと、通常この U4 分の1が出てます。このままだと取り付かないんですね。そこで、はい、このレベリングユニット2ですが、底側に、これも下側 U4 分の1細ネジなんです。これを、太ネジに変えるんですね。コインを用意して、アダプターが中に入ってますから、このネジを外していきます。このアダプターを外すと、底ネジが U8 分の3になります。そして外したアダプターネジを、この上の方にねじ込みますと、これも上が U8 分の3になります。この状態でザ・プロフェッショナル 4NS、 この足のところに取り付けていきます。はい、こうやって取り付けますね。で、ここに先ほどのザ・プロフェッショナル 4NS の雲台 SH909 を取り付けていくというわけですね。結構ネジ長いですが、しっかりこう取り付けて、水平方向をしっかり締めて、時計回りにグッと締め増し締めします。こうしますとどうでしょう。三脚が傾いている時に、あらかじめレベリングユニットで水平出しで、水平出しを一度すると、今度はパンをいじっても水平軸は崩れませんから、非常に構図の決め方が決めやすくなるということになりますね。このレベリングユニット2ですけども、搭載荷重は10キロまでです。ザ・プロフェッショナル 4NS は、まあ、この雲台上が10キロということなんですけども、このレベリングユニット2のところで、まあ、10キロになりますから、この雲台分を差し引いて最大搭載重量出るということになります。ただそれほど、あのザ・プロフェッショナル 4NS の性能を損なうほど弱いということはないということになるわけですね。非常に便利なレベリングユニット2ですが、このレベリングユニット2の上のこのネジ、U4 分の1カメラネジなんですけども、カメラを乗せるには長いんです。カメラの底を突き破る可能性があるというネジなので、カメラを直接乗せたい場合は必ず、まあ、クイックシューセットといったようなもの、汎用タイプのクイックシューとかを上に乗せて、間接的に乗せるようにしてください。直接乗せないようにご注意ください。まあ、レベリングユニット2、軽くて、で非常に精度が高くてスムーズな動きをして、水平出しが非常に便利になるというスリック独自のアクセサリーです。三脚の撮影を使った撮影を快適にするために、ぜひご検討ください。